ご視聴ありがとうございます。今回も引き続き、医学部級ユロー事件について動画にしていきたいと思います。この動画では、母とのぞみの間に起きた決定的な出来事、犯行に至るまでを紹介していきます。のぞみは、助産師家庭に進むことができず、母との間に大きな確執が生まれてしまいます。さらには、大学4年生の時に受けた助産師学校編入試験の模試の判定が D であったことも、母の怒りを増幅させました。旅行なんて行かなきゃよかった。あんたのせいで、時間も金も全て無駄になった。いつも口先だけで嘘ばっかり。今度こそは信用した私がバカだった。あんたが助産師学校に受かっても何にも嬉しくないんだからね。大学病院に就職したら私は死んでやる。病院で暴れてやる。お前が病院にいられなくしてやる。のぞみはなぜ、母がこんなにも助産師にこだわるのか理解ができませんでした。どうすれば、尻滅裂な母は落ち着いてくれるのか。怒れる母は、のぞみに始末書を書かせていました。成績不振、窃盗による書類送検、医学部入学試験不合格、その度に、母に迷惑をかけたことへの謝罪文です。この謝罪文では、母が内容を考えていたため、のぞみの人格を否定するような言葉を自ら書かせていました。後に家宅捜索で分かったことですが、同様の始末書は4通見つかり、どれも似たような内容で、のぞみに謝罪を強いたものでした。のぞみは、付属の大学病院に面接を受け内定を得ていました。母は、この事実を知っていましたが、二人の間では、大学病院の内定を分けること、助産師学校への入学が暗黙の了解となっていました。2017年12月、のぞみにとって忘れられない事件が起こります。のぞみが内緒で、母との連絡用以外のスマートフォンを持ち歩いていたことが発覚します。前回も紹介したように、母は、のぞみに自由なスマートフォン利用を許しておらず、基本的には、母との連絡のみ使用を許可していました。母にとって自分が把握できていないスマートフォンの出現、この事実は、母の逆鱗に触れるのでした。のぞみが隠していたスマートフォンを中庭に持ち出し、コンクリートブロックで打ち付けたのです。さらにはパジャマと靴下を履いたのぞみを中庭に呼び出し、土下座を強要しました。その姿を母は、自分のスマートフォンを使い写真撮影を行っています。12月の深夜3時半の出来事でした。この瞬間のぞみは、心までスマートフォンと一緒に叩き壊されたと供述しています。このまま大学病院に就職したらどんな仕打ちを受けるのだろう。母がいる限り、私に平穏など訪れない。翌日は、楽しみにしていたサークルの忘年会が控えていましたが、参加を見送るしかありませんでした。年が変わり2018年、のぞみは、助産師学校を不合格になりました。花から助産師学校に進むつもりのなかったのぞみはこの結果を何とも思っていませんでした。4月から、大学病院の看護師になることが楽しみで仕方なかったのです。この大学病院には寮があり、31歳にして、初めて母から自立することができる。その日を待ち遠しく思っていました。1月22日には、健康診断、各種書類の提出期限が迫っていました。このままでは、母が大学病院への就職を許してはくれないだろう。助産師学校に合格するまで、また、浪人生活を繰り返すことになる。事件は1月20日、助産師学校を不合格となった翌日に起きました。深夜2時近く、母はつむつむをしながら、のぞみを激しく叱責しました。ひとしきり叱り終えると、のぞみにマッサージを強要するのでした。かねてから日課になっていたマッサージ。その最中にはいつも寝てしまいました。この瞬間を狙っていたのぞみは、事前に用意していた凶器を押し入れから取り出し、母の首筋めがけ突き刺したのでした。のぞみは、午前3時42分、ツイッターに、モンスターを倒した。これで一安心だ。とツイートしています。のぞみにとって、犯行は、母のいない自由な世界を生きるために、どうしても必要な手段だったのです。翌日、遺体を解体するための工具を、ホームセンターに買いに行きました。その翌日、母の友人が家に訪ねてきました。この時ののぞみは、母は外出中です。と伝えています。しばらく時間を置いて、母のスマートフォンを取り出し、友人に、次のように LINE を送っています。のぞみからお土産をいただいたと連絡をもらったよ。実は昨日から山口県の岩国にいるんだ。おばが蜘蛛膜下出血で倒れてしまったな。
退院したんだけど後遺症が残ってしまってね。しばらく生活をサポートすることになったの。いつ頃帰れるかわからないけど、帰ったら連絡するね。のぞみは母のスマートフォンの暗証番号を LINE での言葉遣いも熟知していました。相手に不審がられることなく、この友人とのやり取りを成立させていました。今回はのぞみが犯行に至らなければ、自分に幸せな未来は訪れないと決意せざるを得ない状況を紹介してきました。次回は事件発覚から現在までを紹介していきます。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これからも結婚、離婚、子育て、嫁姑の話を動画にしていきます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、皆さんからのリクエストもお待ちしております。